広島電鉄800系電車は、1951年に広島電鉄で登場、以前在籍していた路面電車車両である。現在活躍中の800型については、広島電鉄800系電車を参照のこと。1951年に、何は後期で重量製造された、京都市電800系の基本設計をベースとしており、同じ形式となった。 外観的には前後扉で、前面の中央上部には小型の行き先表示器が、それを挟み込むように両側に通風機が設けられた。機構的にも全車共通で直接制御、吊り掛け式が採用され、電動機はメガバイトマイナス2 4 5 L 型が、台車はブリル 77E 型が採用された。前後扉でワンマン対応することが困難で、ほとんどの車両は ワンマン化改造は行われずに、1972年3月には805から810号の5両が、1976年1月には801.802、804.805号の4両が、廃車になった。しかし、1975年の仙打車庫の火災で、車両不足になったため、その不足を補うために803号のみは、全中比。 以前の後扉部は締め切り窓になり、ワンマンカーに改造され801に改版された。正面には黄色ひし形の警戒塗装がされ、また乗り分け色のテストにも使われたが、不具合が多く、長期級車になり、1983年9月に廃車された。広島電鉄809号昭和41年6月、愛い橋電停工法は151号廃車後も、 長い間新手車庫で倉庫代わりに使われていたが、2003年10月に解体された。広島電鉄807号昭和41年6月、広島市南町へと瀬虎。ありがとうございます。